シャロンムダジャハオチョノミダ天国ウジンでございます。今日もね、インを掘りながら、つらつらと掘り語りでございますけれどもね、もうね、もうここ最近はさ、もう若い力っうかね、<laughs> もう若い人たちの感覚を耐えるっていうかねうま、まさか自分がさ、年取るって思ってなかったわけよ。んで、今年45歳ね、45歳になるんだけどさ、もう感覚としてはまだ25歳の感覚でさ、 もう何、えー、斬新な考え方するしあの柔軟だしと思ってるんだけれどもさもうね20年とかこの同じ仕事をしてるとさある意味 パターンができてくるんだよね、まあ、成功体験というかそれはインを掘るパターンもそうだしさあとはその自分の仕事スタイルっていうことね、うん、こうやったらお金が入ってくるこうやったらある程度成功するみたいなさそのパターンっていうのが見えてくるわけよで最初の頃っていうのは手探りでやってるからいろんな失敗もするし、えー、何人から陰口も言われるし自分でもバカだなとも,もうね本当に死にたくなるようなあの反省体験もいっぱいしてくるわけなんだけどさこの年になるともうねそういう その失敗体験っていうかねそういうのが少なくなってくるわけその代わりチャレンジができなくなっちゃうんだよね、うん、っていうことにね、えー、気づいたわけですよ今までは自分はさ確信派だとさ あの何最先端進んでるんだと思うんだけどその成功体験が積み重なっちゃうといつの間にかねそれが保守になっちゃってるんだよねうんでその保守になっちゃってさそれをどうしようかと思うんだけれどももうね一回染みついちゃったものってなかなか難しいよね最初の頃はさ本当バカだからさもうあの <laughs> イケイケどんどんガン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 もうさもう分からない世界だから。 ででででも何でもんさ、突っ込んでいくわけですよ、うんで。それでさものすごい批判食らってバッシングやってさ恥をかいてさそれでさうわぁいやぁもうやめだやめようみたいなことも結構ありましたよ、うん、だけど、うん、それをさ繰り返してるとさだんだん見えてくるわけいやああこうすればいいんだっていうのがさ、うん、ところが今っていうのはもうある程度分かってくるからそうするとそれ以上のことができないんだよ でその成功がずっと続けばいいんだけれども意外にサイクルは短いぞっていうことに気づいたわけですよ。まあ今回もこういう大変な事態が起きてさここで右往左往している僕なんだけれどもさ <laughs> だけれどもこれはねこういうことでも起きないと僕はなんか自分自身が新しい古くなってるっていうことに気づかないよねって思ったの。うん、で、えーどん、どこから、 パワーというかね、アイデアというかってもらうかっていうと一つはあの娘たちなんですよ子供たち。うん、で昔はさもうちっちゃくてさパパの言うことは全部聞くしさそれでなんか困ったことあったら相談来るんだけど今何やってるかっていうとさ娘たちに相談してるんだよね。えー、特に院がねこういう出来になったんだけどどう思うどういう感覚 これどうしたらいいと思うとかさなんか文章もよく書くんだけれどもさその文章を読んでさどう思うみたいな感じで聞いていいじゃんとかさねえその向こうとしては天国も何にも知らない状態でそのアドバイスしてくるんだけれどもさ突拍子もない感覚とかさ自分がダメだなと思ってたのこれすごい可愛いとか言われたりっていうね、うん、そういう感覚をもらうわけよ。でさ、あの、 もう娘なんかでもさ、うん、今度進路で何どうするかっていうと漫画家になりたいって言い出してね漫画家ですか <laughs> そうですかなっちゃいけない職業の代表みたいなさまあ天国家もそうだけどさ <laughs> だけど自分がこういう風にさ好き勝手やっててさ生きてるわけじゃないでそうするとさ娘がそういう漫画家になりたいって言い出した時にねそれを無下にするわけにもいかず頭からダメだっていうわけにもいかず「おうおういいじゃん」みたいな感じでさ「一応応援するわ」みたいな月並みの大人のセリフを言ったりするんだけれどもさもしよもし他のね、うん、知り合いのさ友達の子供を 進路どうするのっつったら「いや漫画家の専門学校行くんだよ」とか言ったらさ「おいおいおい大丈夫か? <laughs>」と思うじゃないそう思うわけですよところがさ娘はもう漫画家になるつもりでさもうそっから絵を描き続けてさそしたらさもうね日に日に絵が上手くなっていくわけよそれで漫画もさ最初つたなかった漫画がさいつの間にかさもう見れるような漫画になってさ もう若い頃の進歩ってものすごいねっていうことを感じたわけであこんだけ夢中になってやってるってねこの夢中になってやってるってすごいことなのよ。 もうだってそこにはさ漫画家で有名になりたいっていうよりもただ単に絵が描き,きたい上手くなりたい絵を漫画を描いてるのが好きだっていうそ,れだその一点のみじゃないでも僕なんかもさその天国掘るのが好きだし、えー、こう字書いたり何書いたりするのが好きだけどここにねある程度打算っていうものが出てくるんですよ。どうやったら受けるんじゃないかとかどうやったら、あのー、これはお金になるんじゃないかっていうこのちょっと よこしまな部分っていうかさその純粋にこの天国を楽しいっていうよりも。 もう別個のの意識の方が強くなってこんなことやったら無駄だなとかさそういうことがこう頭の中で打算として働いてきてしまうのね、うん、で昔さあの僕ボクシング始めた頃があってね、うん、でなぜボクシングを始めたかっていうと、まあ、あのずっとさあ仕事場で、えーね、こういう仕事してるからインを掘る仕事してるからさそうすると体がなまってくるわけですよで歩く距離がさゴミ捨て場までみたいなさ そんな感じになってくるとさもう体がなまるんだよだからさその打開策として、えー、なんかスポーツやろうかなと思ってさでその時思ったのよいろんな趣味をね始めましたよう、ね、だけどだいたいね何か絵を描こうとか思うとさ最初のうちはさ絵をさ夢中で描いてるんだけれどもさそれでもさあこれってどうやったら売れるんだろうこれってどうやったら天国と絡められるんだろうっていうそう仕事として こうどううどしてても結びつけちちゃゃ癖ができちゃってるのね、うん。だから例えば文章を書いたらこの文章はどうやったらそのビジネスに結びつくかみたいなそういう感じだからさ何て言うかそこにさお金をこう絡めた考え方になってきてしまったわけですよ。 ねうん、でそれでボクシングを始めた時にもうね趣味として一切僕の仕事に絡まない仕事あ趣味が欲しいと思ったわけよ。やればやるほどお金を使うんだけれども自分の仕事には一切関係ないただそのものを夢中で楽しみたいっていう感覚ね。 でボクシングいくらやろうがさあのジムのお金がかかり道具を買ったらお金がかかり、ええね、そんな感じでさ自分のこの例えば天国っていうことに関してはもう一切関係がないとあこれはいいぞと思ってさボクシング始めてさ最初は夢中ですよもうそれでさもうたるんだ体がどんどん引き締まってきてさあのみるみる変わっていくっていうのがもう夢中で楽しくてさところがですよ 見た目が変わってくると今はちょっとねまた <laughs> そんな大してもうやめてからもうね10年ぐらい経っちゃうからさダメなんだけどさその見た目が変わってくると何かっていうとさ実演販売とかでのねあのこの対面での感覚が変わってくるんだよ何かっていうとやっぱりシュッとしてた方がウケるだろうなと。 あじゃあもっとシュッとした方が実演販売で受けるぞと服装もあの今までタルンタルンだったのがシュッとしたらいろんなものが似合うようになってちょっと人前に出た時もおしゃれになると、うん、でそうしたら受けもいいとねうんそれでさあのさらにさあのホームページ作ったりするのが得意だったからさその どうやってジ前のやつやったらさあのボクシングジムのさあのホームページがさ真っ黒い画面で炎がグワーッて出ててさもうなんかすごい厳しい言葉がいっぱい書いてあるホームページだったわけよでそこで思ったのはこれじゃ受けねえなとじゃあ俺が作り変えようと思ってさまず色がダメだと真っ黒じゃダメだと青い ややっぱり爽やかですよそううういう感じだよ、ねうんでそれでやっぱりやっぱりね男のむさ苦し,しいイメージしかないからばないから、うん、だからあの女子がね寄ってくる女の子が来たら集まるジムになれば来やすいジムになれば必然と男は寄ってくると思ってさもう。 青い青水色を基調にさ爽やかな感じでさシャワールームもきちっとしてます会長はこんなあのフレンドリーですみたいなホームページを作ったわけよそしたらやっぱり問い合わせはさ倍増するわけでさその時ねそれをまたホームページ夢中で作っててさそのさボクシングジムのさあどうしてもやっぱりこの趣味だけで始めたことなのに。 どうしても仕事っていうかそっちの方を絡めてしまうなって思ったわけうんそんな感じで全部やってさでえー、じゃないところがさ娘が今漫画を毎日描いてる姿ってさもうお金とかさ そんなの関係ないんだよ、ねうん、もうただ単に漫画描きたい漫画描きたい漫画描きたい家族でどっか行こうって言ってもさ、うん、私は家で絵描いてるとかさ、うん、そんな感じなわけよこれ見ててねやっぱね眩しい <laughs> 眩しい <laughs> 昔は俺もそうだったっていう <laughs> この感覚、うん、この感覚がやっぱり僕にはね どうもれれたたととはは言いませんよれたとはね、うん、だけどね、えー、この打算的なその自分の考え方がね、この娘たちの行動を見てるとね、まぶしくてしょうがない。で、例えばこれで漫画でお金持ちになるんだって言っててもさ、やっぱりそこにはさ、なんていう、うその純粋無垢としたこの漫画に対する思いがあふれてるんだよね、うんだ。自分がやりたいことをやって。でも多分、それっていうのは、 漫画家になったりなんだりしてね、うん、そのうちどん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 あの、まあ、変わってくると思うんだよそして自分たちが子ど若い世代を見た時に僕が感じているようなことを感じるのかもしれないけど僕は今娘たちにそれを感じてるわけ、うん、で、えー、この若いクリエイターとかさいろんな人たちと話をするんだけれどもねもうね感覚が違うね、うん、だからこの感覚っていうのをね僕はねもう一回、えー、呼び戻したいと思うわけですよ でえー、もうこのこういう,うご時世になってきてさ何が正しくて何がこれからああ流行っていくのかとかさ全く見えない時代になってくるじゃない、うん、そうするとさもうさその理屈じゃないのよ。だって1年前に こここコロナがこんなねうーんおーで世の中が経済もガクーンときてみんなの息もこう下がってきてさ震災の時もそうだったよねうんでそれで今スマホでこうやって、えー、動画を撮ってたりするけどこんなものがさ身近に来る時代なんで来るとは思わなかったわけよ。だから誰も世の中でどんな鋭い人でもねあのー ね、すごい頭のいい人でもある程度の予測はできるかもしれないけどここまでのことはね想像できないんですよ。っていうことはねもうね今までの成功体験っていうかねもうこの店でやってきてでコツコツ積み上げてきたことなんてねもうほんとちっぽけほんとちっぽけ、うん、だけどやっぱりねそれにいつの間にか保守になってね、えー、しがみついちゃうんだな、うん、だからねもう今これからの、えー、目標っていうかね、うん、それ感覚 の問題なんだけどさもうね、この保守を、保守的になってしまった自分をどう捨てていくかっていうところだね。うん。そんなことをつらつら思ってるわけですよ。はいはいはい。<laughs> なんだかよくわかんない動画になったけど <laughs>。そういうこと。ということで今日の掘り語りは終わりです。以上です。バイバイ。じゃあね、またね。